カルトジオ会修道士の肖像は、オランダの画家、ペトルス・クリストゥスが1446年に描いた絵画。カルトジオ修道会士の肖像、カルトシアンの肖像とも表記される。ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている。カルトジオ会の修道士が、四分の三冠面と呼ばれる肖像画の形式で描かれている。修道士は、白色の修道服に身を包んでいる。 後輪が描かれた物灰の部分の拡大図修道士がいるのは室内の片隅と思われる場所であり赤色がかった光が画面の左上から差し込んでいる修道士の方から顎にかけて生えた髭は極めて緻密に描かれている額縁の可変は赤色の石でできており画家の名前及び年代が刻まれている額縁の可変の上部には一匹のハエが横向きに 止まっているが、実は、額縁もハエも描かれた絵であり、本作はトロンプルイユの一種である。15世紀から16世紀にかけてのヨーロッパでは、画中にハエを描き込むことが、しばしば行われていたことが判明している。この肖像画には、降輪が描かれていたが、1994年に、技術的な検査が行われた結果、降輪は、後の時代に描き加えられたものであるとされ、 取り除かれている。山形大学教授の元木孝一は、この絵は、額縁に、ハエの止まった、肖像画の絵ということになるのだ。究極の騙しと言えるかもしれない、額縁に止まったハエを、このように横向きで描くことで見る人を騙しをせた絵は、極めて珍しい。まさに手芸の技と言って良いだろうと評価している。ありがとうございます。